ちゃんさん、ありがとうございます。こんにちくわ、みんなこんにちは。あやか、ハートハート。あやかってさ、キャンマチ5番で入れる。すごい。あやかってさ、私の友達かも。お腹すいたね。友達この配信見られたらきつい。え、私にきつい？え？私には結構きつくない？何が？私にはもうどうでもいいやと思ってる。違うよ。だからレンちゃんには平気なんだよね。わかんないけど。なんで？いや、今日まず家入ってきた時に配信してて、すず。え、そう。で、いきなりこれでお出迎えされて、え？家間違えたと思った。コスプレするねとか言っといてよと思って。目薬ないよね。あるよ。目かゆい。今日買ったの、目薬。私、え、これかゆみもいける？いけるよ。え、これめっちゃスースーするんじゃない？え、うん、普通だよ。あ、私カラコンってかコンタクトもう取ったから何でもいいんだわ。こんにちは。こんにちは。レイちゃんもルームから来ました。嬉しい。バン大丈夫？そう、バンね、さっきまで心配してたんだけど、バンされなかったから。え、されないよ。あのね、谷間とか出したらやばいらしい。じゃあなんか、あ、見えちゃったぐらいされないよ。なんか私も前はさ、見えちゃったでやっちゃったことあるんだよね。バン？いや、普通にこうやってこな、何？なんか立つ時に見えちゃったりしたけど、バンされなかった。なんかね、あのもう本当に意図的にずっとこうやっとくとかはダメ、うん、ダメ。意図的にする人もいるやん。いや、いらない。17歳がそんなすっかり。あ、確かに確かに。吉本レッツさん、ありがとうございます。カークタイズさん、ありがとうございます。ウホウホホさん、ありがとうございます。そしてなんと、私ベスト SNS 賞にノミネートされました。マジで？え、そう、嬉しい。何、あざと系？そうそう、 TikTok 頑張ってましたでしょうみたいな。すごいね。そうで、楽曲も披露させていただきました。よかった、嬉しかった。イエイ。 TikTok 頑張ってたからだって。そうだよ、毎日投稿してます。今日もさっき投稿したのでぜひ見てね。今日はあざといやつじゃなくて、17周年でノミネートされたから踊ってみました、その衣装で。はい、イエイ。ワンワンワンよりっていうのをあげました。ツイン可愛いなって。え、本当今適当にしたんだけど、なんか髪短く見えるね。うん、なんかで切ったって聞いたのよ。それで多分ね、今日めっちゃ強巻きにしてもらってたの、高めツインだから。で、肩につかないようにしてくださいって言ったから、めっちゃグリグリ巻いてもらって、今日メイクもめっちゃね綺麗にしたんですよ。そう、すごい綺麗。韓国アイドル意識。うん、本当に可愛い。あんまわかんないけどね。でもね、ファンの人はね、いつも可愛いって思うよね。結局ね、ありがとう。私たちまだ夜ご飯食べてない。え、そう、ペコペコなんです。本当に死にそう。私マジで死にそうだからね。でも何食べる？何食べる？え、出前か。いいね。そうする。出前しちゃう。で、今日頑張ったしいいやね。え、そうだよ。え、逆にコンビニのやつ買う方が高いし。うん。飲み物とかないから、うん、そうね。どっちにしろコンビニ。出前しつつコンビニで買う？あ、出前、そうだね。ダブルワーク行こう。ダブルワークもし頑張ったしね今日。で、笑い方怖い。いや、久しぶりに会えて嬉しいですよ。久々？1週間？いや、いや1週間もない。2日ぶり。いや、そんな？うん。3日とかでしょ。あ、そうか、だからゴルフ一緒に行ったもんね、うん、意外と。え、でも、あ、そっか、そうだわ。うん、待ってたの。小森さん、こんにちは。わんわん、何食べるの？だって。え、何する？でも言った、私お腹空いてないかも、なんか疲れすぎて、うん、あったら食べるって感じ。うん、口に入ったら、そうそう、口に入ったらいける、ね、お腹すくって感じね。ほぼ毎日会ってるじゃん。そうです。そうだね。まあ仕事帰りに来たりとか。え、そうそう、
ピザかな。ピザはやだね。ピザはね、ちょっと私毎回レイちゃんと会うたびピザ食べてる気がする。それはやりすぎだよ。え、一回あれでしょ、私ん家から持ってきた冷凍のやつ。そうそうそう、ベスト SNS。 そうなの。おめでとう。ありがとう。 TikTok 頑張ったってから、この人毎日投稿とかすごい頑張ってたからさ。そう、でも本当はやめようと思ってたの、毎日投稿。最近ね。なんで？え、もう本当に最近レッスンとかで、毎日レッスンってやっぱすっぴんじゃん、うん、でやっぱ朝から夜までだから、なんか撮る時間がないのよ、うん、ってなったら毎日投稿じゃなくて3日に1回とかだったらさ、その3日の間に1回化粧して1本撮るとかでもいけるじゃん、うん、だからと思ってたんだけど、なんかもうノミネートとかされちゃって、もうやめるにやめれないじゃん。確かに。そう、毎日投稿じゃなくて2日とか3日に1回にしようかな、とか月水金土日とかね、うん、にしようと思ったんだけど、うん、ちょっとできない。温度差激しくない？いや、それな、私見てこんなダバダバ。恥ずかしい。こっちバリバリコスプレしてますからね。コスプレ、過激コスプレ。わ、え、それでコンビニ行くとか言わないで、ね、え、絶対これで行くで。うわ、怖っ。行く、行かんって。これ着ていくし。いや、それ着てもやばいでしょ。本当にやばいでしょ。怖っ。多分こういう人が逮捕されるんですよ、将来。露出魔として。やばい、露出狂だよそれ。え、でもさ、コスプレだったらそれ普通なのかな。普通だ。え、なんか露出してない方だよそれ。おっぱい出てないもんだよ。で、上に上げてるもんね、一応。そうだよ。下がってきたらってことか。クリスマス。そう、今日レイちゃんが帰ってきた時、クリスマスの曲を聴いてたんで、ちょっと慣れた、あれ。ちょっと慣れてしまった。何ない？いや、もうクリスマス来たわってなった。全然意味わかんない、何これ。なんか喋ってよ、おはよう。すずちって呼んでください。れいちゃまって呼んでください。れいちゃまちゃま。れいちゃまってどこから来たの？これずっと聞きたかったんだけど。え、れいちゃまって何が？れいちゃまって何由来？ちゃまって。え、あー、ニックネームね、うん、ニックネームはなんか小田エリナさんっていう先輩がいるの、うん、小田エリナさんとあと高橋彩音さんっていう先輩2人がいるのね、うん、でその小田エリナさんって方がなんか初期の頃に私の頃ことをなんか かわいいとか、うん、なんかまあ推しメンみたいな感じで言ってくれてたの、初期の時はね、うん、でそれでなんか彩音さんも可愛いってなんかその時言ってくれてたみたいで、うん、でそれでなんかレイちゃま、なんかお嬢様だからちゃまみたいな、うん、なんかレイちゃんじゃなくてちゃまじゃない、レイちゃんはみたいななって、で本当は私ニックネームレイちゃんで設定してたんだけど、うん、なんかもうファンの人がちゃまの方が定着して、まあ、自分的にはちゃま可愛いと思って、うん、可愛いよ、思ったし、なんか私なかったのよ、なんかニックネーム今までつけられたことが、うん、レイちゃんかレイどっちかだったから、うん、あ、もうじゃあちゃま使っちゃおうと思って、うん、ちゃま、レイちゃま、かわいいよね、ちゃまめっちゃ良くない、うん、誰もいないもん、うん、いないいないいない。しかもキノコのマークもね、うん、レイちゃまっぽいしね。キノコ朝も夕方も夜にもかわいい、ありがとう。キノコじゃないよ、テントウムシだよ。ハンネルキノコもある。あ、キノコね、私のエアポッツとかエアドルでしょ、うん、ちゃま、キノコ、あと、あの服とか。あ、ありがとう。今日メイクいい感じ。本当に可愛い。でももう取れちゃったけどね。イエーイ。いや、マジでね、おすすめしたいんだよね、いろいろ。ギフトもらっちゃった。やった。本当にね。私最近今日メイクめっちゃこだわって、なんか何を意識したかっていうと。まずですね、細い筆で、ありがとうございます。
か韓国アイドルの人みたいにラメつけたいと思って。あ、わかる。なんかさ、まぶたじゃないや、目にさ、うんうんうん、ラメこれつけた。目のここだよね。こうマックのこれ。マックなんだ。そう、マックのこれ。いいね。これめっちゃ綺麗なの。なんかね、めっちゃ綺麗なラメなんだよね、これ。こんな感じ。ってなってて、これは細い筆にとって下にね、これライン引いたんですよ。それでいい感じって思ったんですけど、写真を撮った時になんかあんま目が映え、なんか物足りなくてライト負けしてるなと思ったんで、このボビーブラウンのペンシルのやつをここにビーって塗りました。これはいつもやってるの、公演の時とかコンサートの時は。これめっちゃ涙袋すごいの、このやつ。めっちゃ良くない？え、めっちゃ可愛い、ね、めっちゃ綺麗、ローズピン。めっちゃいい匂いするんだけど、レイちゃん。え、こわこれおすすめ、この2個今日使いました。あのレイちゃんがお友達なの。そうなの、私友達いないって思われてるから、ファンの人。え、なんで？いますよ、たくさん。この方ボビーのやつ持ってる。え、めっちゃいいですよね、ササットメイクさん。でササットメイクさんに早くメイクしていただきたいですわ。待ってますよ。連れて行って私も。え、ササットメイクさん、ササットメイクさん面白いよ、絶対好きになる。本当に？あでもこれでいいや。本当にすごいな、よくこんな発想思いつくわ。え、なんで？だってもう香水に巻きつけるなんて。え、巻きつけじゃない、こうやって入れてんだよ、こうやって入れてるんだ。これすずの家、今。そうだよ、すずちのお部屋温度差激しい同じツインってやけど。そう、メイクがよく見えるのはインスタにさっき投稿しました。投稿したの、ストーリーと投稿。これは事故なんだ。どっちもどっちよ、狙いが知らん、ちゃんフィーバー。ちょお腹すいた。食べよう。やっぱツインテールするとさ、幼くなるね。ね。嬉しい。今日高めツインテール、ここら辺何した？え、かわいい。絶対。送ったじゃん。写真。衣装ね。あれ衣装しか見てない。まあ、顔も見たけど。本当いい匂いするんですけど。え、今日何もかけてないよ、香水。本当に、うん、公園だからかけない。何もかけてない。え、どんな匂いする？なんかもうシャンプーって感じ。なんかめっちゃ爽やかな匂いする。え、ちょっと明らかに嬉しそうな。わかりやすいやろ。真似して。わかりやすい、かわいいですね。甘くないと思う、多分ね。え、なんだろう、何もつけてない。柔軟剤かも。なんかヒノキの香りするね。そうだね、結構ヒノキを甘くした感じじゃない？エスニック。え、なになに、どこだ、わかんない。エスニックって何？結構変わった匂いするけど、やみつきになる匂いしてる。あ、うん、沼りやすいなんか匂いかな、うん、それ。なんかさ、配信中もずっと嗅いでて。え、そう、ファンの人にずっとこのゴムいい匂い、ずっと嗅いでんの。怖っ。本当にいい匂いするんですか、このゴム。ね、耳にさ、ゴムまだついてる。そう、ついつけてないで。ついてるじゃん。これでしょ。本当だ、落ちてきて。あ、面白い。待って、ボコってなったんですけど。ほら。どうでした皆さん。最高だった。なんかテレ、なんかスマホで見た方も多いらしいよ。そうだよ、そうだよ、うん、オンデマンド、スマホで見れ。私も見たかった。今日モーリーさんするよ。ほんと一緒に見よう。いや、いいよ、夜中だもん。夜中に見るのがいい。それもあれ TVer でいいやん。あ、夜中までどうせ起きてるか。う
でファーストラブ見る？私ね、見たわ。ファーストラブ見たら寝るんだよね、私、うん、途中で寝るのこの人。私がね、なんかファーストラブって結構難しい言葉だ、ね、時系列がむずいよな、結構そもそもね。で私がレイちゃん、これって何って聞いて、横でもう爆睡してるんです、気づいたらね。だいたいね、ファン。今日ね、メイク涙袋しかしてない。薄いもんね。いや、ほんとに、ね、でも遅刻したからさ、そもそも配信。ゆういちさん、ありがとう。そう、多分難しいから眠くなるんだと思う。綺麗、ありがとう。なんかさ、パフォーマンスでドキッてするのない？意味わからんよな。え、ない？なんかさ、自分のさ、なんか推しとかいない？いるいるいる。さあ、え、今日はなんかさ、公演のリハ見ててね、うん、うわ、めっちゃイケメンとか思うのがめっちゃだったの、メンバーに対して、うん、え、別に恋愛感情とかじゃなくて、パフォーマンスすごいみたいな。いや、それうちもダンスの友達よくあった。ほんでなんかベタベタしに行きたくなる、その後。え、本当に違う。なんか見習いたいみたいな、勉強みたいな感じで、私はね。でもそういうの自由だからさ、今の時代全然いいんだよ。いや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 、めっちゃなんかもうかっこいいなってなるよね。え、そう、かっこいいみたいな。でもさ、真似しようと思ってできないんだよね、なんか表情とかさ。わかる。え、何と思って。ドキッてしちゃうよね。ドキッてか、なんかすごいみたいな。なんかもう一回その人目に入ったらずっと入ってる。なんかわかる。そう、岡田奈々さんなんだけど、それがめちゃめちゃ知ってる。めっちゃダンスうまい人、ね、そう。え、もうずっと目に入ってて、リハの時に。そう、チームが違うからさ、その自分が出ない時って見れるのね。見れるっていうか待機だから見てたんだけど、めちゃめちゃすごかった。うん、ネモハモルーマだったっけ。うん、ネモハモルーマね。ネモハモルーマか。岡田奈々さんのめっちゃ好き。え、すごいよね。すごい、うん、なんかパキュンみたいな。それじゃん、私あんな無理だ。ピンポイントのレッスンもらったら嬉しい。あー、そりゃ嬉しいよね。指差しとかされたら嬉しいやろ。私だからよくするよ、公園で指差し。うん、5秒、え、ずっとその人見ながらサビとかずっと踊ったりする。1列目の人とか。かわいそうやん。かわいそう。え、ね、かわいそう。好きになっちゃうやん、その人。え、好きにさせてるんだよ。もう悪女ですよ、彼女。どうするの、違う子推しだったら。いや、それを奪うつもりで奪うつもりで見てるよ。君のるまるまるまバン。本当に匂いするんですけど、めっちゃ言わないでおこう。ねえねえ、なんかね、人のね、匂いを好きになるってもうね、好きなんだって、その相手のこと。もうなんか遺伝子的にね、遺伝子レベルで恋してるんだって。だから私のこと多分好きだよ。ツンデレ。ツンデレ。今日ずっとしゃっくり止まんないんだよな。TikTok の人ですか？だって。え、そうで、TikTok の人でいいのかな、うん、あざとい。あざとい、彼氏の隣にいてほしくない女してます。ねえねえ。ねえねえ。ねえねえから毎回始まる。かわいい。ありがとうございます。待って、今何位私。今5位だって。結構落ちたね。うん、でもさ、これ最後が一番よく。いや、そうだよ。最後が1位の子すごいらしい。元ライバーの子らしい。ああ、ならすごいよ。元って何、今は違うので、なんか前のイベントで、うん、なんかもうめっちゃイベント前のイベントで負けちゃったらしいのね。でファンが今度は勝たせてあげたいみたいな。なるほど。風呂入らず香水つけずに好きななられた相手は。あ、そう、いや、臭いとかは違うんじゃない。その人体臭、なんかさ、牛とかした時にさ、その人の匂いってあるじゃん。めっ
ちゃわかる。それを多分好きってことだと思う。劇場だったらの初めて見た可愛かった。なんていうの、もうね、フォロモン、フォロモン、言い方おかしいな。フェロモン。フェロモンがね、やっぱあるんだと思う人には。あると思う。あ、待って、今ちなみに何時だ。まだ15分すら経ってないか。いや、経ってる。今ある。え、あの、時計止まってる？え、意外とすぐじゃん。もう終わっちゃうってみんなお別れだ。で、香水の匂いってわかるよね。え、香水の匂いは別に私なんか好き、好き、あ、いい匂いとかはなるけど、違うかも。香水はなんか違うかも。うん、違うよね、うん、その人の体臭ってあるよね、マジで、うん、あるある。私だってお母さんの体臭あるもん。うん、うん、お母さんの体臭めっちゃ好き。ママのなんかちっちゃい時、めっちゃわかる。もうギャンスとかの匂いめっちゃ好き。お母さんの中のね、めっちゃわかる。あるよね、柔軟剤とかじゃないのよ。うん、お母さんの匂い。そう。え、このコスプレ結構過激かな。過激配信、過激配信者もしかして。私でも見えてないからね、別に。いや、どこも見えてないからよ。いや、私もこうやるわ。別に一緒だよ。確かに。でもね、立ったらこんな感じなの。17 ねえ、お金もったいない。ねえ、止めて。これどうやって止めるの？ここ。え、かわいそうじゃない？なんか弱ってんじゃん。ねえ、これ見て、時間。やばいやん。え、ずれまくりだよ、これ。もう壊れたんかな？これで10時でしょ？ん？これで10時ってことは、今ここら辺ってこと？こんぐらいでいいの？うちゃうらしい。かけっこっこ。ね、今日カラオケしよう。したいしたいしたい。あるじゃん。え、そう、あるの。ね、家でカラオケします。スクショするみんな。 B、 いいな。だじゃあランキング読みます。まあちょっと会えたからよかったわ。うん、あ、もう待って、本当にやめて。やばい。13位ミクノバさん、ありがとうございます。12位彩色顕微さん、ありがとうございます。11位ドサンコトントンさん、ありがとうございます。10位はピンクカメラさん、ありがとうございます。9位はイオオタさん、ありがとうございます。8位は天使閣さん、ありがとうございます。7位はキヨシさん、ありがとうございます。6位はマックスさん、ありがとうございます。5位はセッキーさん、ありがとうございます。4位は幻さん、ありがとうございます。3位は吉本レッズさん、ありがとうございます。2位はウホホさん、ありがとうございます。1位はカンプタイトさんです。ありがとうございました。イエイ。ちょっとゆるく配信でしたが、いかがだったでしょうか。じゃあまたお会いしましょう。バイビー。おやー。バイチャ。